こちら様です。いつもご視聴ありがとうございます。鈴木有楽舎光店にいるんですけれども、今日は4月4日発売の一番くじワンピースの A 賞、これをですね、有楽舎光店にちょっと売ってみようかなと思って店長に提出していただきます。まあ有楽舎光店がどれぐらいの値段でこれを出すのか、早速片手に入ってみます。はい、こちらですね、はい、昨日発売の一番くじワンピースのバトルメモリーズの A 賞、はい、これですね、有楽舎光店。500円でいいですか？いや、これ動画に載るんですよ、500円でいいですか？もう僕のイメージはもうぼったくりしか残ってないわけやから、これ以上、いいところ、今更なんていうのか、カメラ上で機嫌を取ったところでどうすよ、メイク動画上でやっとるだけやろ。ほら、嫌なのがそういうこと言うから店長いじけてるじゃないですか。もうお前なんか金なんか出せへんやろが、いやーおいつけお前、販売金額10倍ぐらいつけるんやろがみたいな感じでしか言われないから、もう僕は隠さないよ、500円。いや、まあ、それに乗ってちょっと査定してください、今日は。それ、新しいやつですよ、はい、昨日発売です。でもね、正直な話していいですか、はい、僕的には割と今回の一番くじの A 賞頑張ってるように見えるんです、うん、めちゃめちゃ頑張ってます、うん、頑張ってるんですけれども、あのね、ワンピースっていう時点でね、だいたい安いこと多いんですよ。そういう印象話されてましたもんね、前回も、うん、で、実際問題なんですけれども、うん、正直なところ言いますよ、はい、後からめっちゃ下がるの早いんですよ、はい、多分なんですけど、今の市場の流通って言ったら俺だいたい嘘やと思ってるんですよ。数がね、今回やっぱりローソンさんで売られてるっていうこともあって、うん、多いんですよね、うん、僕も昨日の発売時点ではざっくり相場見たんですけど、うん、まあ店長がおっしゃるように、うん、物がいいから、うん、いつもよりかはついてます。いつもよりかはついてます。確かにいつもよりかはついてますね、うん、ただ問題がですね、大体、ワンピースのパターンで多いのが、後からもう1週間過ぎたら、うん、2週間過ぎたら、うん、3週間過ぎたらもう二足三もそうなんですよみたいな感じが多いと思ってるんですよ。そういう印象は僕もあります、うん、だからね、僕ね、ワンピースでは基本冒険しないですよ。ああ、なるほど。だから未来を見てってことですよね。そうです。未来を見てるっていうか、絶対下がるの分かってるんですよ、うん、今はなんか、出た直後やからみんな欲しいって言うけれども、はい、まあ、週が経たらもう半額とか2週間経ったら4分の1とか普通にありえるから。僕の動画でもそういうことは本当に喋ってることがあって、うん、もうまさにその通り、うん、やっぱりビジネスでやってるんで、うん、で、今現在やったらば、そうね、売ってるところの金額帯で言うんやったらば、はい、意外と多いのが1万円、うん、1万円を切るぐらい。僕正直これないと思う。で、絶対落ちると思う。多分来月あたりになったら、まあこいつの、大体ネット上での売買取引っていう下手したら4000切ってる気がするの、まあ、そういう印象はつくな、これまでを見ると。で、今まではね、今まで見るとね、確かに出来がいいのは分かるけれども、言うてもルフィやから物が多いんですよ、はい、まあ、ただこれはあのスネークですから、スネークマンフィギュア、うん、全然なんか後押しになってないですよ。スネークマンフィギュアって言われても、俺はワンピースルフィとしかしてないから、あ、そっちが言うで、今現在やったらば、はい、俺は不安やから4000円以上出してくださいって言われたらちょっと考えちゃう。なるほど。もうズバリじゃあいくらですか？僕やったらば、頑張っていいんですね。4000円、うん、それも、今売れたらまあまあまあって感じかな。ただし、おそらくこの動画を相馬さんがいつ上げるかわからないけれども、はい、多分2、3日後ですよね。もう明日ぐらい。明日、明後日ぐらい。先週頑張ろうよ。テロップ入れて、テロップ、はい、テロップ入れます、うん、もちろん入れます。カットも入れてみたいな。そこはカットでいいんじゃないみたいな。まあ明後日ぐらいな。ああ、なるほどね、うん、まあ明後日ぐらいやったらそこまで相場動いてないかもしれないけど、おそらく今やったらばもっと出すっていう人いると思います。相場せんやったら多分6000ぐらい出すって言っちゃう。結構6000出すよね。出しますね。目目がちょっと泳いでるよ。まあでも店長が言われてるところってビジネスとして正解だと思う、うんうん、僕はちょっと今までの過去の事例から正直なところ言うと、まあこの辺って多分査定の好き好みもあると思うんですよ、うん、僕の中ではワンピースは一番冒険しにくい商品、はい、ワンピースで冒険するんやったらドラゴンボールで冒険した方がまだ確実性は高い。それは分かります。なんでワンピースで冒険しないかって言ったら、単純に物が多すぎる。過去の事例ですよ、うん、でも過去の事例でプレネ作ることがもうほぼなくなっちゃってる。なくなっちゃって、まあでもその中でも店長が4000円つけられるのは、うん、あ、めっちゃ頑張ってるなっていう印象でした。もうちょっと下げてくるかなと思ったんです、正直。本音を言うと2000円って言いたい気持ちはないわけではないけれども、でも今現在は値段がまだついてるんで、うんうんうん、数日経ったら分からん。これ今やからまだ4000出せるかなって言うけど、だから4月5日現在なんで今、うん、それぐらいの価格帯でそれぐらいだよってことですね。多分この動画で見てる人やったらば、もっとつけてもええんちゃうんって思うかもしれない。俺も一
番くじで例えば先日テンスラが出たんだ、うん、転生したらぐらいの、ね、あの辺やったらば販売金額に対して買取金額って実際もうちょっと上げてるやつがあるんですよ。あの辺いいんすか。テンスラはねまだいけるものによるけれど、テンスラの方が俺は正直可能性がある。実際俺が先日買い取ったあのリムル先生のやつ、はいはいはい、A 賞かな、あれ大体市場の販売金額が8000円いくかいかんかやけれども買取今やったらば4000円以上出すって言ってる。でもこいつやったら今相場で1万円ぐらいは言ってるのに4000かなって言ってるのはその辺のちょっと期待値の差かな。あの同じ売れ値でも買取値って異なってくるんですね。異なってくる。そうですね、うん、でこれもう査定代ということで今日は贈呈させていただきますんで、出しますよ。あ、出してください。もうまたそうやってまたタダでもらいやがってするって言うて僕の方にもうエロよもうエロ冷や落ち込んできたわけですね。ありがとう。いやだってもう本当商品なくなってますね。いやよく売れてますね、うん、でもさすがに相馬さんのやつは、まあ、結構高値設定したから、ねうん、見てる人は多い、見てる人は多いけれども、お財布を開こうという人は今のところです。そうでしょうね、うん、まあまあまあこれ見ていただくようなんで本当まあねもともとそのつもりやったから でもありがたいことに、あ、これもありがとうございます、はい、またなんか贈呈しに来ますんで、あ、ありがとうございます。今もねプラモデルとかいっぱい来てね、はい、あ、これ買い取りしたんですか。そうですよ。もうすっげえクソ高い遊戯王のカードとかもいっぱい来たんで、買い取ったんですか、うん、僕やばい、僕買い取りで破産するかもしれないあ、でもいいですね、嬉しい悲鳴ですね。まあいいものがいっぱい来てくれてるんで、ね、ほんと見たことないもんいっぱい来ましたもん。マジですか。うん、話には聞いたことあるけど現物見たの生まれて初めて。そんなものが、うん、すごいですね。やっぱり有楽舎光る店だからこそファンの人も売りに来たんだと思う。みんな待ってるね、はい、まあでもそれはありがとうございます、はい、なんかオープン記念祝いとして受け取っておきます、はい、まだまだでも本当に贈呈品を僕用意してますので。あ、本当ですか、はい、東京出張のために、まあ、店長がいらっしゃらなくても別に予定ぐらい教えますよそれぐらい連絡しますよ。ちゃんとお願いします、はい、まあ、そんな感じで、はいはい、ぜひ有楽舎光る店にいろいろカードとかフィギュアとかメインにですね、はいはい、使ってますんで、そんな感じで最後にありがとうございました。バイバーイ。新悟空や。